はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、一尺カード動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、セカンドバースデーまであと4日ということでね、今日も頑張っていきますけどもね、今日は前回の動画の続きで骨髄移植を受けて体で起こることの下下ね、昨日は、上やったんですけども、今日は下下としてですね、骨髄移植のお話を、簡単にしていきましょうということでございます。昨日はね、ドナーさんからもらった細胞を患者さんに移植して起こる副作用を、僕の経験を混ぜてお話ししてきました。でそこでね、またね、昨日の動画からね、質問をいただきました。そもそもそのもらった細胞は患者さんの体にどうやって入れるんですか、点滴か何かですかという内容だったんですけどもね、カノンさん、またまたありがとうございます。カノンさんの、予想通りのですね、点滴で入れます。点滴ね。ちなみにね、骨髄液というものをですね、骨髄液という、細胞をもらうんですけども、それをね、入れることを骨髄輸注と言います。実際にね、点滴で、ほんまに点滴で入れるんですよ。で、点滴で入れる際にはですね、もう見た目がね、こう吊るされてあるやつの見た目がですね、輸血みたいな感じやったんですよ。もう赤かったんですよ。骨髄移植のね、骨髄液の色っていうのはね、赤血球の輸血のように赤いんですよ。なので見た目は本当に赤血球なんですけども、でもよくこうね、同時には入れないんですけども、赤血球と骨髄って同時には入れることはないんですけども、骨髄液を見た色に対して、その前後にね、赤血球の輸血もしてたんですけども、その輸血の赤血球の色とよくこうこっちを思い出しながら見比べてたらですね、赤血球よりもこっちね、骨髄液の方がね、少しね、色が薄くて、なんかね、赤色というよりも朱色、朱肉の朱にね、色とかで朱色ってあるじゃないですか、あれっぽかった見た目だったんですよね。でそれを点滴で入れるんですけどもね、点滴で入れるということで、ほんまに袋に入っている形状で病室にバーって運ばれてくるんですよ。しかもね、その袋がね、キンキンに冷やされたビールぐらい冷えてあるんですよ、ほんまに。ちなみにね、輸血って大体その赤い袋じゃないですか、ね、赤い袋というよりか、透明な袋に赤い血液が入ってるから赤く見えてるだけなんですけども、あれは赤血球のヘモグロビンの赤色なんですよ。ヘモグロビンの色が赤色なんで、ああいう風に赤色をしてるんですよ。なのでね、テレビドラマとかね、その手術の場面とか、実際にその医療現場で輸血を求める場合っていうのはですね、赤い袋がぶら下げられてあるんです。でね、そのなんて言うんでしょうね、何かしらの原因で患者さんの体からね、血液が足らなくなると、まず、赤血球の輸血をされます。でそれはね、全身にこう赤血球の担っている機能がね、失われていかないためにするんですよ。赤血球の担う働きというのはですね、細胞へ、各細胞へですね、酸素の供給というのがあるんですけどもね、そもそものその酸素の供給ができないと、細胞がそれぞれ正常に働かなくなって、生命の維持を損なわれてしまいますのでね、輸血をするという状況というのは、そこそこ危険な状況と考えられます。これはね、僕も先ほどちらっと言いましたけどもね、僕らも
受けてた抗がん剤治療の際にもですね、輸血をたくさんしてもらうんですけどもね、抗がん剤ってね、血液細胞である赤血球も破壊するんですよ。なのでね、抗がん剤中っていうのは毎日輸血をしてもらってたんです。まあね、すごいことをしてたんやなと思って、俺死にかけてたやんっていう風な感じで後から思ったら怖くなったんですけどね。まあ、というのはちょっとこの最初から話がそれるぐらいにちょっと僕もね熱くなってしまいましたけども、でそんなね赤血球と輸血のように、骨髄液は点滴で輸注されます。でそしてね、ここからが大体本番が、カノンさんこれぐらいで OK ですかね、輸血で入れますよ、輸血じゃないよ、点滴で入れるんです、はい、入れるんですよっていうのが答えです。はい、ありがとうございます。でここからが今日の本番なんですけどもね、輸血、いや輸注されてされた日からこれ100日後100日までに起こる移植変態宿主病 GVHD を急性 GVHD と言いましてですね、で100日以降っていうのをずっとに起こる移植変態宿主病を、慢性 GVHD と言います。まあ、このようにですね、大丈夫ですか、急に話始まってますけどね、移植変態宿主病のお話が始まってます。はい、骨髄移植に伴う移植変態宿主病なんですけども、それの、移植をしましたその日から100日までを急性骨髄性白血病じゃないわ、急性 GVHD と言います。で100日から100日以降ずっとで起こってくる移植変態宿主病を慢性 GVHD と言います。でこのようにね、まあ、急性と慢性というふうにね分けられてるんですけども、なぜ分けられているのかは僕には分かりません。でもね、こうだいたい100日まででみんなこんな症状が出てるよね、そしてだいたい100日以降でこんな症状が、まあ、これぐらいの間隔でこれぐらい起こって、これぐらいの時にこれが起こってっていう感じで出てるみたいやね的な感じでこう分けられることができるみたいなので、まあ、そのように分けてるんだよという話をね、僕は入院中に先生から聞いたことがあるんですよ。なのでね、まあそうなんでしょうねって感じで僕も受け止めてます。でそしてね、そんな移植変態宿主病 GVHD の急性期では、まあ、症状としてですね、皮膚がね、皮膚に、初発症状として最初に出てくる症状として皮膚が初発症状として最も多く認められています。皮膚に出てるよね、皮膚に出てきたねっていう風な感じでね、多く認められてるんですよ。で、それはね、手のひらとかね、足のひらとかから始まってですね、四肢、体幹などにかゆみのある後半っていう、まあ、赤いね、点々みたいなのができるんですよね。まあ、そんなんが典型的に出現することが多いんですよ。まあ、かゆかったですね、僕もね。そのおかげで全身の皮膚がボロボロになりましたからね。まあ書いたらあかんと思っても、まあ、僕もはね大人やからそんな子供みたいに書きむしらへんかったですけども、ぐっと我慢したんですけどね、把握しますね。軟膏を塗りながらね、全身に軟膏を塗りながらね、足にも全部塗りながら、背中届かへんからね、塗る時間帯になったらこのあれナースコールをしたりとかで、その検診どうですかって言って見に来てくれた時のタイミングで背中にこう軟膏をこうやってだいぶね、これひどいねとかね、時間経ったらマシになってくるから、エスさんだいぶマシになってきましたねって言われながらこう塗られてたりしたんですけどね、もうあれはまあね結構大変やったんですけどね。でもそんな僕でもね、全身すごく痒かったけど、比較的マシやったんですよ、症状がね、皮膚の症状ね、ボロボロになって大変だったんですけども、でも比較的マシやったんですよ。でもこれがもしね、悪化してしまうと水疱、水ぶくれを伴う糜爛とかね、全身抗皮症っていう風なまでね、こう進展することもあるようなんですよ。まあいわゆるね、熟してしまうということなんですよね。まあよかったな、そこまで並んでよかったなとかね思ってます。
不幸中の幸いやなと思ってるんですけどもね。で他にもですね、まだあの急性 GVHD の中ではあるんですけどもね、あのね、消化器官の症状としてね、長引くあの大きいうっとこうね、あの吐き気ですよね、もうそんなんか食べたくないわっていうところの食欲不振とかね、あとはまあ、水溶性の下痢、下痢ですね、それがあの長く生じることがまあ多くてですね、まあ重症化するとあの、まあ、1日2リットルものね、水溶性の下痢が持続して、まあ僕はなかったですけども、血便を発症したりね、あの麻痺性イレウスというものにもね至ることもあるんですよ。そこまではなかったけど、でもあのね、あの、まあ、当時のお話をね、あの聞いていただいてた方やったら知ってると思うんですけども、僕ね、あの大人用のね紙おむつをね履いてました。結構だから間に合わんかったなっていうのがありましたね。まあ、情けないな、クソ恥ずかしいなっていうことがいっぱいあったんですけどもね。でもそういう時期なんで、あのね、消化器系の内臓がねやられて、下痢が出てしまうよって、吐き下しですよね。だからそういうのがねやっぱり多かった時期なんです。でそしてね、肝臓の GVHD もね、あの多くの患者さんにね見られることがあって、あのこれはね、血液検査での肝機能の数値っていうのが、まあ、いっぱいあるんですけどね、それが、まあ、著しく、変化してたり下がってたり、あの高騰してたりね、これ以上なんていうんですかね、正常値よりもあのあかん位置に おったりするわけですよ。だからなんていうんですかね、下がってるっていう言い方をするのがいいのか悪いのか分かんないですけども、まあ、正常値じゃなかったりするんです。それがでも著しいんです。でそれでね、肝機能障害によって黄疸が出ることがあります。でこれに関してはね、僕よく先生からね、こう顔をねじーっとこうまじまじと見られてね、こう見られて、うん、黄疸は出てないねっていう風な感じでね、あのすごくもう顔がね黄色くなってきていないかっていうのを、あの先ほど言いました血液検査の結果とともにね合わせてチェックされてたんです。はい、だからやっぱ顔黄色かったらでしたら、目の中とかがね、目ん玉が黄色かったりしたら、あの結構黄疸が出てて、それはそれなりでまた別の治療が必要になってくるらしいんですよね。でそんなね、急性 GVHD というのはね、移植後2週間から4週間後に割と多く発症していてですね、で先ほども言いました皮膚、消化器官、肝臓というふうなのが標的になるんです。だから急性期にはですね、皮膚、消化器官、肝臓っていうところがすごく多く出てしまいます、症状がね。でそして次はね、こちらの慢性 GVHD ね、100日以降の GVHD というのはですね、症状としては、まあ、これは多臓器に及ぶんですよ。ね、先ほどのね、皮膚、消化器官、肝臓よりも、もう他のところにも、障害が出てきて、で、自己免疫性疾患、ね、自己性免疫性疾患に似た病態を示すこともあります、示してきます。皮膚、肝臓で分泌腺組織とかね、そんななどを中心にですね、長期に増を寛解というのを繰り返しながらね、だからいい時もあれば悪い時もあるんだよっていうようなことを繰り返しながら、さまざまな症状をね発症していてしまって、その移植後のね QOL っていうようなクオリティオブライフっていうのがあるんですけどね、それを悪化させる主な原因となります。はい、なのでね、急性 GVHD も、ね、ここの部分で起こったやつが延長していってしまうところと、で新たにこっから他の部分もこうね出てきている障害が出てきてしまうのがこっからの GVHD なんです。だからね、急性期をね引きずってるんです。ずーっとね引きずってる部分もあるんですよ。ね、大変なんです。ね、でも大変なんですけども、
その一方でですね、移植変態白血病リンパ腫というね、これね、今ね言いました移植変態白血病リンパ腫というのはですね、 GVL 効果、 GVL 効果というものがまああるんですけども、これはね、まあ、前回の動画でもお話ししましたようにですね、ドナーさんの細胞が患者さんの悪い細胞を攻撃して死滅させてくれるという効果を期待する方法のことなんですけども、それによるね、移植後の再発の低下とかね、原病の治癒が期待できるんですよ。なので前回も言いましたようにですね、この GVHD の症状が出る方がとてもいいとされています。まあでも患者側からしたらね、しんどいんですけどもね、はい。でまあそのさっきもね言いました、ずっと続いていくっていうね、急性期のやつがずっと続いていて、慢性期も上乗せされて、それがずーっと続いていって、移植後の人生が始まるわけじゃないですか。でそれらの障害がずっと出たりね、収まったり出たり収まったりするから、ね、クオリティオブライフってね、生活の質っていうの意味なんですけどもね、生活の質っていう意味なんですけども、それを悪化させる主な原因なんです。だからね、僕今目が痛くて目が見えない、見えなくはないんですけど、白内障になったりしてるし、で粘膜障害がずっと続いたりしてるし、でたまに下痢とかもするしっていう風な感じだし、お肌のね、皮膚の症状とかっていうのも、ずっと気をつけなあかんので、まあ時間が解決してくれるんでしょうけど、今はまだ続いてるわけでございますよ、はい。だからね、これもまだやっぱりその、ドナーさんの細胞が戦ってくれてるんだと思ったら、これはもうドナーさんの細胞頑張れ、俺はずっと我慢するぜっていう風な気持ちでいます、はい。まあそんな感じでね、骨髄移植を受けて体で起こることの下という感じで、まあ、2日にわたってね、簡単に、めっちゃ簡単にお話しさせてもらいました。はい。で、大体、その骨髄移植とは何ぞやということがね、これでね、皆さんに伝わったと思います。ね、さらっとですけどもね、伝わったかなと思ってます。いや、あとはね、まあ、それぞれの患者さんの、本当に患者さんの体によって、病気の状態によってですね、症状というのはね、変わってきますので、また僕の体で起こった症状もね、まだいっぱいあるんですよ。なんかネタみたいになってますけども、まあ、ちょっとお伝えしたいことっていうのはね、いっぱいあります。去年もずっとお話ししてます。その前もずっとお話ししてます。でもね、思い出すこととかあるんですよ。で、前回に伝われへんかったこととか、あ、そうや、こんなん言いたかったんやって言ったこといっぱいあるんで、また僕の体で起こったこともお話しさせていただきます。はい。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。